上智子君大臣、先日はあの畜産農家の皆さんの本当に大変な窮状をです、ね、聞いていただきました、ありがとうございます、それで今日はですねまず酪農・畜産についてお聞きしたいと思います、酪農の生産者から話を聞きますと、飼料価格の高騰で先が見えないという窮状を聞きます。 である酪農家は2年前と比べると、1頭の餌代が1日500円上がったと言われます、1か月だと1万5000円、100頭買ってると150万円です、で北連がです、ね、11月から使用、飲用向けの入荷を1キロあたり10円上げることを決めました、しかし、酪農家が受け取る平均価格っていうのは、処刑費がかさみますが、えっと、2円程度なんですね。 あの北海道は加工原料人が多いわけなんですけど、2円程度だと、だから当座を失うことさえできない、で年があの超えられないっていうんではなくて、今月どうするかってことが大変だというふうに言われます、壊滅的だっていう声もいくつかの地域で出されているわけですけど、大臣はこういう声が出ている酪農の状況について、どのように、えー、認識されているでしょうか。野村大臣 え先ほども酪農の件がありましたときに申し上げたように、今、畜産の皆さん方たちは大変困窮されておるというのは認識いたしておりますが、中でも酪農家が畜種の中でも一番厳しい状況だろうということは理解をいたしております。農ににについいいいいててややっっぱぱりり難難ししののはとうううかそ他比べて 特殊な要素を持っている一つは生乳需給の緩和、これが非常にやっぱり生産量が多かったということが、生乳が多いですから、それから飼料価格の高騰によるコストの上昇、それからもう一つは濡れ後の価格が低下していたという、まあ、こういう厳しい状況にあるということは、十分認識をいたしております上智子君。 あのまあ倒産したね農家もいるというふうに聞いてるんですよね、それで今、酪農系が危機的なね状況になっていることについて、大臣がいくつか言われました、コロナ禍による需要の低迷と、それから生乳が余っているのを受けて、全道的な生産抑制が進められたということと、それから言われたように、ぬれ子のね、この副産物の収入が激減したんだと。加えてですね私言いたいたのは 円安で輸入価格、飼料価格などの生産資材が高騰したことと、それから5つ目に、ですねこの億単位って言われるこの畜産クラスター事業の借金の返済が、償還が始まるんですね、でこれでもって、もういよいよ返すことになったらギブアップだっていう声が出されているわけです、でつまり収入は減っているのに、支出が膨らんでくると。 そうすると借金の返済の見通しが立たなくなるっていうのが、今の酪農経営の現状ではないかというふうに思うんですけど、この辺のところも含めて、もう一度ちょっと、あのご回答お願いします野村大臣、まあ餌の問題だとか、他ののはあの、いろいろ全体的な問題としてやって、えー、国としても対応してきたんですが、今、委員からの、加盟委員からのご質問で、その いわゆるクラスター等の融資の返済ができないと、まあ、こういうことでありますので、これは役所の方からも、返済猶予については、各金融機関、特にまあ高校資金なんかをお借りになっている方については、そういうことで高校の方とも話をしておりますので、ぜひ、繰り返し、返済猶予の対応を要請しておりますが、 ただ、やっぱり金融機関によっては、そこの金融機関の事情もあって、難しいところもありますが、できるだけ農家の資金繰り対策に万全を期すように、これからも指導してまいりたいと思います上智子君あの。これからちょっと聞こうと思ってたやつまで答えてるんですけど、それであの生産者から言われるのはね、あの牛を増やして、増産せよってずっと号令かかってたわけですよ。 で国の目標っていうのは、やっぱり増産だっていうことで、増産計画に向けて、国の支援も受けながら、クラスター事業で規模拡大のための投資をしてきた、でなのに、今は生産抑制だと迫られていて、だから生産者にしてみると、アクセルとブレーキを同時に踏む状態だというふうに言われるんですね、で現在の危機的な窮状を打開する緊急対策がやっぱり必要じゃないかと、で生産資材、特に高騰した餌代。 今もちょっと話ありましたけれども、輸入牧草のね、対策なんかも必要なんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。野村大臣。あの、今、官民が、本当に本質的なところをご質問いただきました。えー、私はよく言うんですが。例えば、増産というな、あの、増産というのが、その、牛を増やしていくというのが。どん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 、あの、こ。 国内の中でも北海道は増えてたんですけれども、こちらの本土の方は減っておりました、それでどうしてもやっぱり全体を賄うためには、増産をしながら、いわゆる贈答しながらですね、贈をしながら、そしてこの日本人のミルクを、牛乳を十分確保できるようにということでやってきたんですが、あまりにも今度は規模拡大が進みすぎて、おっしゃるように、 北海道材はそういうことはないんだろうと思っておりましたが、輸入干木、いわゆる乾燥牧草を輸入して、それでやってた、その当時は35円ぐらいだったと思うんですが、今はもう70円、80円になって、倍以上の素子料代になってしまったということで、日中もさっちもいかなくなったぞ、素子料代をなんとか支援しろと、わが鹿児島でも、藤木政務官の熊本でもそういったな声が出てきて、 これじゃあ、これはもう、まあ、本末転倒,と転倒と言いますか、えー、やっぱり自分の身の丈に合った経営をしていただきたいなということを、私は地元の酪農家の人たちには言ってるんです、でなきゃ、増灯、増灯して、クラスターで畜舎を作って、そして国の補助事業で増灯して、さあ何、なんとかしてくれと、餌代がもう足らなくなったっていう話になるもんですから、どうもこれはおかしい、このあの。 回転になっているというかですね仕組みにななりすすぎたなとですから、ここで何とかやっぱり、何か止める方法を作っていかないと、えー、時給のバランスが取れないというふうに思います。まあ、ですから、そういったことを、まあ、今後、ぜひ検討をさせていただきたいと思っております上トボ君。まあそれはあの今ね、急場をしのぐってことで出ているのに対して、何か検討するっていうお話でよろしいんでしょうか。 それであの、えっと、その実際に頭数増やして増産しようというのはあの、農家がやりたくてやってきたというよりは、く国の指令というかね、で増やしてほしいというふうに言われて、それに基づいてやってきたということですから、これ、国も、ね、責任がある話なんですよ、だから今、大変になってる時にいるときに、ブレークとアクセル一緒に踏ませるような状況をね、いつまでもやっていいのかということで。 これあのきちっとした対応を取らなきゃいけないってことだと思うんですね。それであのよくあのその外国の,その輸入してきてる牧草の話をすると、これはあの国産に切り替えるからって話をよくするんですけど、切り替えるのは結構なんだけどもね、緊急時の支援が今必要なんですよ、今大変なんだから。で、一方で収入減ってるわけです。酪農家にとってですね副産物のの収入は濡れ,子これあの 牛乳,からね、あ乳牛から生まれた雄の,の子牛ですよねで、この価格がですね暴落していてで、この間も聞いてみると、1頭で平均すると3000から4000、これ何万ってなってたやつが、今3000から4000、110円だっていう時もあったって聞いてます、根がつかないで持って帰ったという農家もいるんですね、でこの収入源に追い打ちをかけているのが、いわばクラスターの債務の返済なんですよ。 まあ増産のためにロボットを何台も買ったと、それで規模拡大した生産者が、今のこの収入では返済できないっていう状態なんですで、この経営破綻を防ぐための債務返済の猶予などの支援策が必要だということで、そこでちょっとあのさっきの詳しい話をね、あのどういうふうな返済の融資、繰り延べるとかっていうことになってるのかっていうのをちょっとお答えいただきたいんです渡辺畜産局長。 お答えをいたしますあの委員ご指摘のとおりです、ね、平成26年度、バター不足騒動があった中で、畜産クラスター事業などで生産基盤の強化をしてきたということがございます。生乳はやはり増産・減産に約3年の時間を要すして、なかなか需要の変化に機動的に対応ができないというような特質がございます。そういった中で増産している中で、令和2年になりまして、新型コロナということで、生乳の需要がです、ね、インバウンドも含めてぐっと減りまして。 需給が緩和をしたという事情があるというふうに認識をしてございます。で、そういった中でですね、債務の返済が生産者、特に酪農家で酪農家の皆さん、投資を拡大したですね、酪農家の皆さんがあの借金して拡大された方がですね、債務の返済というものに不安を抱えているということはまあ十分に承知をしております。で、酪農家の資金繰りにつきましてはまあ。 公庫資金などのですね金融支援というのは、これ、新規のやつもちろんやっておりますし、企業債務につきましては、ですね先ほど大臣からも答弁ありましたとおり、農林水産省から金融機関などに対しまして、繰り返しですね返済猶予などのですね対応を要請をしてきてございます。 各金融機関におきましても、まあ、実情を踏まえてです、ね、可能な前向きな対応もしているというようなことも聞いておりまして、引き続き農家の資金繰りのです、ね、関係の対策、しっかり対応していきたいというふうに考えてございます上智子君。はいまあ、これあの、ね、うん、と5月ですかね、通知も出してるっていうんだけど、なかなか出しててもね、思い通りにならないところもあるわけで、あのそういうところに対してもです、ね、再度ね、あのしっかり徹底して、ちゃんと借りれるように。 あのしていただきたいというのも借りるとか、先送りするとかっていうことでできるようにしてほしいと思います。で、クラスター事業の償還が始まらなくてもですね、これ、コストのが高くなって厳しい中で、償還が始まったらもうギブ,ギブアップなんだとで、これがもう生産者の声です、で今をしのぐ支援策が必要だというふうに思うんですね。そこであの提案したいんですけども、まずはこの高騰した飼料価格、今を乗り切るために、 えー、高騰前の価格との差額をですねやっぱり農家に直接補填する緊急支援が必要だと、これまず一つです、それからもう一つは、ですね飼料は国産を活用している人も輸入を活用している人もいると、それからクラスターを活用している人もいるけども、し,ないしていない人もいると、で経営はです、ね、落語農家によって違うわけですよね、だから一番効果的な対策、何かというと、これ、入荷を上げることなんですよ。 やっぱり乳価が上がるとね、いろんな問題が解消されてくるわけなんですけど、北海道でいうと、まあ、加工原料乳の補給金をです、ね、ですから年末の対策を待たずに上げることだというふうに思うんですよ。酪農家のモチ,ボモチベーションを今、上げるためには、価格高騰分の差額の補填と、加工原料乳の引き上げ、この2つをぜひ、ねね、直ちに実施するように提案したいと思いますけれども、いかがでしょうか。 渡辺次さん局長お答えをいたしますまず1点目の資料の高騰の関係でございますけれども、昨年度から665億円で,です、ね、配合飼料価格安定制度の異常法定基金の追増しをいたしましたし、先ほど委員のもおっしゃいましたとおり、今年し9月の予備費で、配合飼料の高止まりに対応する緊急対策と、それから購入素資料などの価格高騰で影響を受ける酪農経営へのですね、 緊急対策合わせて億円をを措置をしたところでございますで引き続きです、ね、トウモロコシなどの飼料原料価格の上昇に対応するためのです、ね、配合飼料価格の対策というのをしっかりやっていきたいと思いますしまたあの、酪農経営を取り巻く状況はあの厳しい状況だということでこれ持続的な取引関係の維持のためには生産コストの上昇分は販売価格に適切に反映する入荷に反映することが基本であると。 いいう,うに考えてございますでそのためには生乳の需給ギャップを解消することが重要でありまして、え現在、その業界におきまして、この需給ギャップ解消に向けた取り組みをですね行っているところでございますので、我が省としてもですね引き続きどのような対応、支援が可能かということをですね検討していきたいというふうに考えてございます。また2点目のの加工原料乳生産者補給金のですね 単価の見直しということでございますけれども、これはそういった声、ございますのは、やはり厳しいですね、酪農をめぐる厳しい経営環境の中での支援を求めるものであるというふうに受け止めてございます。まさにこれを踏まえまして、その先ほど申し上げましたような予備費を措置をいたしまして、本年4月から入荷改定が行われるですね、 11月の前までの急激な輸入購入阻止量のコスト上昇を緩和する対策を講じたところでございますあの業界におけるですね受給ガップの解消それがですね適正な生産コストの適正な価格への反映につながるようにですねどういう対応が可能か検討したいと考えてございます上智子君あのなていうかな通常の状態の話ではなくて やっぱりいろんな要因でね、あの相まって今の事態というのは、緊急事態なわけですよね、だから生産者の有事に対応してほしいって言うんだけど、緊急事態に対しての考え方っていうことで言うと、やっぱりね、あのそれにふさわしい何らかの緊急対策っていうのは、ぜひ必要だと思いますで、やっぱり今をしのぐ緊急対策っていうことを実施してほしいと思います、それからあの肉牛についても聞きたいんですけれども、あの繁殖農家の経営も大変なんですね。 粉乳の在庫は増えてるんだけど、餌代の中で、子用のミルク代が高騰してるんです。で、価格は2年前の1.8倍、約2倍になってるんですね。で、業者から来月から上がりますって言われても、孔子のミルク代なので代用が効かない、断れないと言うんです。で、これも支援策が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか渡辺局長え。お答えをいたします。 あの委員ご指摘の子、ねえー、牛のミルク代、特に繁殖経営ということだと思いますが、これは代用乳でございますけれども、基本、海外産のです、ね、脱脂粉乳やホエー等を使ってございまして、その現地価格の上昇、それに加えまして、円安の進行、あるいは海上運賃の動向といったことから、その代用乳のです、ね、価格があのかなり上がっているという状況にあると認識をしてございます。 で農水省といたしましては、ですねこれ、大葉乳の給与をすることで、早期に母牛から離れて、ですね早期離乳して、母牛がですね1年1産がを目指して取れるようにするといったことですとか、あるいは大,乳大葉乳をうまく与えることで、子牛が発育がよくなって、出荷が早期化できるといったようなですね生産性の向上に資する哺乳のですね、 技術があの一部の農家において導入されていると承知をしてございます。はい、これを踏まえまして、そういったその哺乳強化によるですね出荷への支援についても検討していきたいというふうに考えてございます上智久君。ぜひ検討してほしいと思います。で大変な、ね、状況で、来年になったら、これの今の大変な状況が、来年になったら楽になるわけじゃないんですよねで。牛は生き物ですから、一旦生産抑制すると、そのダメージとは何年も続くわけです。 で今、壊滅的と言われる酪農の危機を脱するための緊急支援を強く求めたいと思います。で次にです、ねえっと、海外需要創出支援対策事業の資料を配布いたしましたので、えー、ご覧いただきたいと思います。でこれはです、ねえっと、平,平成30年度、2018年度の予算の流れなんですけど、ここであの2つお聞きします。ここのの事事業業はどういうういいなのかということと それから農林水産省は、株式会社 TOW と委託契約を結んで、TOW がトゥルーワールドフーズに再委託の契約をしています、それぞれの契約金額を確認したいと思います。それから委託契約、再委託契約というのはどういうふうに決めるのかということについて、お答え願います水野輸出国際局長、お答えいたします。 ご指摘の事業は、平成30年度に日本,食日本産食材サポーター店の認定店舗拡大のためのプロモーション事業を実施したものでございます。具体的にはアメリカにおいて、飲食店向けにメニュー開発や食材の調達、提供等を通じて、日本食材を利用する飲食店の拡大を図ったものでございます。 本事業は企画競争を経て、イベントやプロモーションを企画運営する株式会社、TOW に約1500万円で委託しました。東京に本社を置く上場企業であるこの株式会社、TOW は、アメリカにおいて、日本産食材の調達や提供等の業務を実施する事業者として、アメリカ法人のトゥルーワールドフーズへの採択を含む企画提案書を提出しました。 農林水産省としては、アメリカ・ニュージャージー州に本社を置くトゥルーワールドフーズが、水産物をはじめとする日本産食材の卸売業者、貿易業者として、現地の有力な事業者であったことを踏まえ、当該提案書を認めたところです。株式会社 TOW からトゥルーワールドフーズに対しては、再委託費として200万円、食材調達費として100万円が支払われております。 上智子君今の説明でも、トゥルーワールドフーズに税金が使われたってことが確認をできました、で株式会社 TOW とトゥルーワールドフーズは、えーまあ、今、ちょっとどういう会社かの説明があったんですけれども、この、えー、とトゥルーワールドフーズ、これは、えー、所在はどこですか、本社はどこですか水野局長。 トゥルーワールドフーズについては、本社をアメリカのニュージャージーに置く会社と存じてあげております上智子君あの。旧統一教会の実情に詳しい韓国の大学教授であるタク・チール氏は、毎日新聞の取材に応じてこう言ってます。でこのタク氏はです、ね、統一教会は米国と日本、韓国で役割分担をしてきた。 日本は韓国のための経済的かつ人材的な支援をしなければならない場所と位置付けられて、韓国に集まったお金を事業のために投じて増やす場所がアメリカだ、例えばアメリカとカナダで8000軒以上のレストランに魚を卸している、トゥルーワールドフーズも旧統一教会系だというふうに答えているわけです、でトゥルーワールドフーズっていうのは、これ、統一教会の関係企業ではないんでしょうか。水野局長 委員ご指摘の報道については承知しておりますが、平成30年の時点において、農林水産省が実施した事業の採択先につきましては、旧統一協会の関連企業であるかは確認しておりません。これは採択先について、事業の目的に照らして、事業を的確に執行できるか否かの観点から判断したものであり、旧統一協会との関連以外による判断を行っていないためでございます上智子君。 まあ今確認されていないっていうことなんですけど、統一協会というのは正体を隠してですね。伝道活動をやり、不安や恐怖を煽って、霊感商法を行ってきた団体なわけです。で、こういう団体の関連企業が、農林水産省の事業を活用していたっていうことになるわけです。で、この企業に、農林水産予算が使われているっていうことになるところ、審査が。甘くないのかっていうふうに思うんですね。T. O. W. の契約額が約一千五百万円ですけども。 200万円を超えて再委託したのはトゥルーワールドフーズだけなんですよねでこの TOW が再委託した会社がどういう会社なのかということを農林水産省は把握できないっていうことになるんでしょうか水野局長お答えいたします企画競争を経て本事業を自宅した事業者が農林水産省に提出した企画提案書には トゥルーワールドフーズへの採択が含まれており、この企画提案書を認めることにより、当該トゥルーワールドフーズを採択先として認めたものでございます。本事業は、アメリカにおける飲食店向けの日本産食材の調達提供等を含んでいたところ、日本産食材の卸売業、貿易業を行うアメリカ内の有力企業、トゥルーワールドフーズがこれらの事業を的確に執行できると判断したものでございます。 上子君あのやっぱり審査、甘いと思うんですよね、トゥルーワールドフーズの親会社っていうのは、トゥルーワールドグループなわけです、トゥルーワールドジャパンの社長っていうのは、ホームページの中で、当社はアメリカのトゥルーワールドグループ、トゥルーワールドフーズの日本支社として設立されたと書いてます、そのトゥルーワールドグループの社長を務めていたのが、古田元夫氏と言われています。 この人物はどういう人なのかっていうと、昭和62年の3月に我が党の寺前岩尾議員が霊感商法に関する質問収集を出しているんですけれども、霊感商法で問題になった壺や他方の党などの輸入元である株式会社、ハッピーワールドの代表取締役が古田元雄氏であるとして、取締りの強化などを求めているわけです。でこのときの政府の答弁というのは、えー、訪問販売については通商産業省、 えー、政策局内に設けられた訪問販売等研究会において、実態把握と分析、対応策を検討すると答えていたわけです、それから2022年の10月8日付の週刊東洋経済で、ハッピーワールドっていうのは統一協会系の企業の代表格だとして、1994年の霊感商法被害をめぐる福岡地裁裁判,裁判でもですね、 民事裁判の判決文に、被告ハッピーワールドは、被告統一協会の資金集めのために、同被告により商品の販売組織、集金組織、人員の、えー、供給、組織構築を目的に設立された会社だと認定しているんですで。このトゥルーワールドグループの古田元氏と、ハッピーワールドの古田氏が同一人物だったら、これ、重大な問題だと思うんですけれども、どうですか。水戸局長 お答えいたします先ほども申し上げましたとおり、本事業の採択につきましては、この事業を的確に実施できる能力を、その採択先が有しているかどうかという観点から判断しておりますので、それ以外の要素について含めて確認をしているというものではございません上智子君。だから結局、これからだって、もしかしたらあるかもしれないけど、素通りしちゃうということになりませんか。 2008年のね、3月12日付のサピオっていう雑誌の中でも、当時、トゥルーワールドフーズを含めて6つの会社を傘下に置くトゥルーワールドグループの代表取締役が、自社ホームページで、それはあの渋谷区の神宮前にあった統一教会の商社、ハッピーワールドの元社長だっていうふうに記されている、調べようと思ったらね、これ、分からなくはないと思うんですよで。今のこの委託契約や再委託では、こういうことを見抜くことできないということになるんじゃないですか。 水瀬局長お答えいたします現在の委託事業の方法につきましては、この委託、再委託先の結核事由として、役員等が暴力団、または暴力団員である法人等であることなどを、 ものにつきましては、これを契約しないということをあらかじめ確約するということになっておりますし、さらに契約後にそうしたことが事実が判明したときには、直ちに委託事業者は採択解除を、採択契約を解除しなければならないとされていますけれども、あの委員ご指摘の内容については、このような契約における結核事業には該当しないと考えているところでございます。 君あの、うん、と暴力団関係だけじゃないですね、反社会的なことをやったところもね、それが対象になってると思うんですよ、それであのタクシーが言ってるように、統一教会というのは日本で霊感商法を行って、それで集めたお金を使って、アメリカで事業を展開したのが古田氏ではないかって疑われてるわけです。で、大臣ね、やっぱりちゃんとしたチェックがもう不十分な中でね、税金がもし使われてるとしたら、これ、大問題じゃないかと思うんですけれども、大臣の認識を伺います。 野村大臣、えー、先ほど、局長が答えましたように、最初、ここの契約をしたのは、えー、TOW というところでございまして、ここが食材等を調達するために採択をしたのが、あこのツ、えー、ルーワールドフードというところでありますけれども。 ただこういろいろ聞いておりますとです、ね、この日本のレストランの11店舗のうちの7店舗だったかな、は、ここをほとんど使っている食材を、まあ、魚を中心ですけれども、まあ、そのぐらいこの、まあ、活躍と言っちゃおかしいんですけれども、えー、活動しているツ、えー、ルーワールドフードというところだそうでして。 当然といえば当然で、この TOW もここを目つけて、取引を開始したんだろうというふうに思います。ただ、あの農水省の方では、この採択等の中身を具体的に検討していくということは、まあ、物理的にもやっぱり難しいところも、先ほど、上院からありましたように、ですねいろいろ疑ってかかれば、結果としては、 そうだったのかなここが足らなかったなっていうのはあるんですけれどただもう3年前にもうこれは契約が終わっておりますのでもうこれ以上のことにはならないとまいうふうには思いますけれどまこれからやっぱり念を入れなきゃいけないなとこういうことは感じております上田文子君 あのやっぱりこれがね、たとえ過去1回だとしても、やっぱりそういう形でもしつながっていったら大変なわけだし、他の分野もしかしたらあるかもしれないということを考えれば、農水省があのお墨付きを与えて予算つけてるとこだということになると、それがあのなんていうの、安心材料になってしまうわけですから、そこはです、ね、ぜひですね、この TOW という会社を結局くぐってトンネルになって、トゥルーワールドフーズに流れてるんだとすれば、でしかも統一協会関係の企業にね、 この食い込んで、それを許しているということになるんであれば、大変ですから、あの過去やっぱり実態把握をして、調査を行って国会に報告するように求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか前島総括審議官。お願いします過去におけるトゥルーワールドプロジェの関係につきましては、旧統一教会に関する状況を見ながら、調査の必要性などを慎重に検討していきたいと考えているところでございます上智子君。 はい、ちょっと時間になりましたので、統一教会企業がもう行政に踏み込んでいれば大変問題だと思い,思いますのであの、重ねてね、調査と報告を求めたいと思います。この後ちょっと、推活もあったんですけど、それは次回に回しまして、これで終わります。